はい、こんばんは、東証圏でございます。でですね、本日も、スマスマ関連プラスアルファ見きたいと思うんですけどね。まあ、やっぱ来ましたね、マース。5.9 倍と。もうね、計画も超過というところで、はい。進捗もね、非常にいいですよね。で、今が、もう、30億、第1クォーターで行ってますんで、会社予想はね、中間期で30億だったんですけれども、もうこの時点で行ってるというところで、まあ、ほぼほぼね、カプコンみたいな感じですよね。まあ、ただね、ちょっとね、あれなんですよ。一点、懸念点としては、明日はね、暴発するかもしんないんですけど、ちょっとね、その後の展開がどうなのか。まあ、気配次第ですかね、板の。まあ、明日ちょっと寄りで入って、即売りして、ちょっと様子見る。まあ、板次第ですけどね。パターンがいいのか、二日目に入るパターン。決算が良くってもね、売られちゃうパターンもあるんで。で、今ちょっとね、ボリバン的には、まあ、確かにね、ちょっと、サンシグマすぐガチャンってパターンかもしれないですけど、ただね、今75日抜けてきてるのもありますし、で、一目もね、一目の壁が、ちょっとあるので、もしかするとここで跳ね返す、抜けたけど、そのままシューシューシューって下がっちゃうパターンもあるかもしれないですよね。ちょっとそこだけですね、懸念点としては、決算に関してはまあ問題ないかなと。まあ上がっていくんだろうなって気はしますね。まあ目標としてはここですかね、やっぱ高値の。で、今 PTS でもね、大幅に反応してまして、13% 高と。まあホルダーの方はね、おめでとうございますということなんですけど。確かね、マースね、あれ、前回決算も確か、そうだったと思うんすよね。5月15ですね。まさしくここですかね。ここ。多分ね、こんな感じに行くのかなって気もしてるんですよね。ただ、ここはね、超えていくんちゃうかなって気はしてます。なので、持ってない方は、ちょっと本当どうなるかわかんないですけど、動きが。ここ、こうなってカップウィズハンドルで行く可能性もね、十分あるかなと思うんですけど。まあ、ここをね、超えていって、どうなるか。まあ、ここまでですね。明日は多分ここまでは来ないと思うんですけど、ちょっといろんなパターンを予想してます。はい。まあ残念ながらね、私はちょっと決算またぎしてないんで、はい。この波にはね、乗れないでどう乗るかっていうパターンをちょっと今ね、想定してるんですけれども。まあただね、決算内容としてはホテル、レストラン事業もね、額としてはちっちゃいんですけど、何気にね、いい感じにいってんちゃうかなと思ってます。はい。ただまだまだね、苦悩になってないんで、依然ね、厳しい状況ではあるかなと思うんですけど。まあ、このあたりもね、うまくいってくれれば、さらにプラスアルファ要因かなと思ってるんですけど。で、やっぱね、見るべきところはさらにあって、このあたりですよね。ジョイコ。何気にね、ジョイコもね、ずっと強かったんですよね。あ、ちょうど出てきましたね。今、夜の8時過ぎてるんですけど、ジョイコ、だいたい空売り、今信用状況もね、だいぶ改善されてるんですよね。で、マースを見ると、ちょっと今マースを見てるんですけれども、まあマースはそんなにしこりもないかなとは思ってますね。で、ジョイコに関しては、そうですね。パラモニックも上昇トレンドに。
点灯してるし、特段チャートもね、悪くはないんですよね。うん。そんな印象はありますが、ただ明日ね、多分爆発してくる気もしてるんですけど、おそらく5000円手前で多分下がってくるんちゃうかなと思います。はい。うん、ただ悪くはないんですよね。おそらくここも、決算いいとは思っておりますが、どうですかね。ちょっと今ね、ちょいこう、期待感が強いんでね、ここの場合は。会社予想の50億っていうのはないなと思ってます。だってマースで70億なんで。マースで今回だって第一クォーターで、もう経営常で30億ですから、で、しかも、営業利益で見た方がいいですね。27億なんで、まあ、ジョイコはほぼほぼこれはないかなと思っております。ただね、ジョイコは爆発力ある分、下げもきついんでね、そのあたりはね、要注意かなとは思ってるんですけれども、ただ、やっぱりおすすめなのはずっと言ってるんですけど、ここですね、やっぱ大黒電機ですね。うん、行くのであれば、大黒。ここもね、ギャップダウンスタートで来ると一番いいんですけど、この高値抜いてきた時が多分激安な展開になってくると思いますね。4220円。うん。ちょっとね、抜いてきそうな。うん、やっぱ4200円あたりかな。明日止まるんであれば。うん。で、やっぱここね、まだ依然空売り溜まってるんで、うん、いい状況ですね。はい。で、期間はまあそんなには来てないんですけど。はい。まあ。この3つね、明日要注目です。で、地味にね、ちょっとずっと言ってたんですけど、マミヤ。OP もね、意外にね、いい感じなんですよ、これ。ここからちょっとバンドウォークなりかけかなーって気もしてて、移動平均線もね、組んできてて、これちょっと期待できるんちゃうかなってのは思っております。で、マースの決算からのね、想定っていうところもあるんですけれども、うん、結構ここもね、進捗意外にいいんちゃうかなって気もするんですよね。うん。で、7991マミヤの、ここはまあサクサとかなんですけれども、マミヤは、確かジョイコですね、つながりがあるのは。うん。ジョイコ、まあ、あと富士商事系ですよね。あ、商事はなかったのか、ここ。うん。ただ、マミヤはやっぱり、そうですね。うん、ジョイコ系なんで、このちょっと割安感もあると思うし、うん、ここゴルフもやってるんでね、ちょっと気にはなりますよね、マミヤ。うん、以前ね、結構上がっ、4. 何パーセント上がったとかこの水準なんで、ちょっとこれマジで綺麗にいってますよね。うん、ここぶち上げてくるとちょっと面白い気はしてます、マミヤ。はい。で、まああとね、気になるといえばここ平和ですね。うん。まあ、見事なね、平和な感じがしてるんですけど、過熱感はないですよね。うん。で、今、日柄調整して、ちょっと上がりかけかなというところでございますが、まあね、短期のね、移動平均線下に下がってきてるんですけど、まあ、上向くんちゃうかなと思います。決算までこのモニクはわからないんですけど、うん。まあ、ここもね、いいんじゃないかなと思ってます。で、あとは、ちょっと抑える。ところであれば、大泉。ここもね、意外、何気にユニット作ったりとかしてて。まあ今多分500円のところが支持線になってんちゃうかなって気もしてますし、緩やかにね、上がっていってきてるんですけど。まあ、ここはね、決算またぎはしない方がおすすめです。うん。まあ持っても決算までですかね。うん。ちょっと上がるかわかんないですけど、明日。まあ、ただね、明日ちょっとスマスの祭り久しぶりに見れるんちゃうかなって気はしてるんですよね。うん。で、まあ、あとは、ちょっとグローリーはね、ちょっと一
一時期私も結構やったりしてたんですけど、ちょっとやっぱね、四季報とか見ると次の決算があんまり期待できないかなっていうところで、ちょっとね、あんま入りたくないんですけど、うん、まあ3000抜けてくればどうかなってところはあるんですけどね。うん。まあただ今期ね、こんだけの爆増してるんで、ちょっとどうなるかなというところでございます。で、まあ今日ね、やっぱ上がったっていうか、276のフィールズ。ここをやっぱりというか、あの3000のところ。3000のと、下回るとね、何気にね、買いが入ってきてました。うん。で、久しぶりにね、1万株単位の発注もね、今日あったりしてたんですよね。うん、買い注文が。で、今日、ちょっとね、寄り点かなとも思ったので、私短期分は朝1で売って、だいたい結構何回も言ってるんですけど、あの、フィールズって朝てっぺん取るとそのまま下る傾向があるんですよね、これ。うん。だいたいこんな感じなんですよね。朝一てっぺん。で、ここはちょっと違うか。違うんですけど、ここも朝一てっぺん。で、ここも朝一てっぺんと。あ、これは今日ですね。朝一てっぺん。で、ここも多分朝一てっぺんって感じ。はい。ここもそうですね。うん。まあ、なんでね、あれだったんですけど、やっぱ板とか見ると、結構その下で買ってる印象があるんですよね。でも時価総額も何気に2100億円超えましたから。ちょっとフィールズがね、ちょっと決算はちょっと読めないです、ここ。正直言うと。決算もしかすると、うん、悪いの出てくる可能性もね、なきにしもあらずなんですよね。うん。で、ただ46は結構毎回弱いのかなーっていうのも、あるんですけれども。うん、そうですね。毎回。まあ、コンセンサスの4億5千。まあ、ここ超えてこれるかどうかなんですけどね。うん。まあ、ここね、大黒電機の、大株主になったので、うん。ちょっとそういったところね、プラスアルファ恩恵を受けてくるんじゃないかなと思ってるんですけど。はい。まあどうなってくるかってとこですね。で、まあもう一個やっぱり明日見るべき点はセガサミーですかね。うん、ここもね、今日ちょっと高値抜けてくるかなと思ったんですけど、ちょっと抜けてこれずと。ちょっとまあパワー不足って感じだったんですけど、ここ抜けてくればね、結構本当面白い展開が来るかなと思います。で、多分セガサミーって場中決算なはずなんですよね。なんか大体場中に決算で出してくるんですよね。確か。そんな感じが、してたんですけれども。うん、多分8、今出てない。ちょっと今カレンダーで、SBI のね、カレンダーでちょっと、見ようとしてるんですけど、いつもだったらカレンダーすぐ出てくるんですけど、ちょっと出てこずなんですけどね。あ、これか。これ抜けるかな。そうですね。セガサミ11時半ですね。うん。コンセンサス。まあ、ここもね。なんとなく、直近のイメージで言えば、結構いい決算なんですけど、下に行って上に行くイメージあるんですよね。あの、セガサミって。多分ここもそうやと思う、このあたりかな、思うんですけど。ここも多分そうっすね。下に行って上にグインって行ってそっから上昇取れと。多分、いいとは思います。いいし、見通しも。それが第一クォーターもしかしたら悪くって、見通しが良くなるかどうか。うん。なんですけどね。ちょっと明日、セガサミ結構注目っすね。うん。まあ、とにかく、明日はね、結構盛り上がってくるんじゃないかなとは思っております。で、今日 DMP もね、結構上がってきましたし、で、アクセルもね、何気にね、結構陽線続きなんですよ。
で、DMP も、うん。ちょっとね、明日、この DMP に関しては、この25日線に沿って、うん、明日もしかしたら暴走する可能性もね、あるかなと思いますが、ちょっとここは決算またぎはね、しない方がいいと思います。はい。で、あとですね、注目するのが、6566、金目工業ですね。うん。ちょっとね、昨日の動画では伝えるのを説明しちゃったんですけど、これ見てください。もう抜けてきてますんで、完全に。で、以前だいたいこの横横ぐらいのね、ところで紹介してきたんですけど、結構今抜けてきてるんですよね。うん。で、週足でも非常にいいと。もう邪魔するとこないんで、多分おそらくこのぐらいまで行っちゃうんじゃないかなと気はしてるんですよね。で、月足で見ても、なんだかつ、ボコーって出てるんで。過去ってね、こんなボコーって出てあんまないんですよね。まあ、ここぐらいか。でも出たらなんか下がっちゃってるの嫌なんですけど。で、まあ、このぐらいかなと。この底ぐらいから来てボコーンで出てるんで、ちょっとね、調整してまたトレンドに来るかなと思ってるんですけど。で、ここね、ちょっと注目するのはやっぱりね、うん。ここは出てないか。あれなんですよ。指揮法で見ると、外国人投資家がね、23.9%。結構意外に海外勢持ってるってところはね、押さえておく点かなと思ってます。まあ、誰が買ってるかっていうところは、ちょっとね、なかなか難しいんですけど、ちょっと、1日あたりのね、出来高が圧倒的に少ないんで、まあ、ただ、一時期のね、どこだったっけな。結構怪しいって言ってた時期。結構前ですね、あれ。このあたり。770円ぐらい紹介してたのか。うん、怪しすって言ってたところが3ヶ月前ぐらいですね。うん。まだね、このくらいまで出来高が増えてくるんだったらね、またちょっと盛り上がるかなとは思っております。まあ、決算次第かなって気もするんですけど。まあ、割安感あるし、ここインフラになってるんで、まあなくなることほぼないんですよね。うん。っていうところでね、はい。まあ明日、ユニット関連、3兄弟どうなるか気になりますけれども、まあ、頑張っていきましょう。以上です。